さあ原田コーチのねアプローチ今見せます。これ何フィート、ここ速さ。10フィートくらいですね。10フィートか、速いね。カチカチですまだ。おお、いいね、ナイス。彼ほんとスピンかけるの大好きでね、もう遊び感覚ですよね。おお、ナイスだ、さすが。ワンモー。おお、お見事。はい、原田コーチのスゴ技 PGA スイングで上手くなれ、今日はショートゲーム編ですね。なんと皆さんが大好きなスピンボールね、先ほどね冒頭に見せましたけれども、非常にねあのスピンかけるの上手で、今日はそれね皆さんにその、まあ、感覚とか打ち方ちょっとお見せしてくれる。はい、まあ、まず最初に一番大事なのかな、大事になってくるのは、上げていくときにしっかり下半身を使って回していって、うん、で体がこうあんまり正面から外れないようにしたいんですね。あ、クラブね、クラブが、クラブが体の正面から外れないようにしたいんで、うん、回していったときもしっかりこう正面に常にやる、うん、で多分アマチュアの人一番多いのがこう 手だけで上がってこうすぐ外れる。あ、コック使ってね、体回ってない、うん、でまた手で戻してきちゃう。なるべくノーコックの方がいいの？そうですね、もうコックあんま使わないです。使わないね。この正面にこう置いてきたら、この形をずっとキープして回していくって感じ、うん、体で打つ感じです、どっちかというと。なるほど。あの前のさ、ショットのバックスイングと同じで、へそとももみたいで回すの？そうですね、あれのだから最初の部分って感じですね。あ、なるほど、ね、スイングの最初の部分、へそとこの膝正面向いたまま両ももを右に回すって。で戻す時もへそと両ももですか？そうですね、はい。でこれでこうフルスイングの時はこう振り遅れていいんですけど、うん、アプローチではなるだけこう振り遅れないように同調ってやつ。そう、同調、同じ運動量で。あ、なるほど。飛んでいきたい。あのヘッドとグリップの関係とかさ、ちょっと、あ、ちょっと前じゃない、ヘッドがグリップよりちょっと前だよ、そんな感じ。そうですね、ちょっと外側に。外側なんだ、はい、じゃあインサイド引かない。引かないですね、うん、であんまりこうフェースがシャットにならない。シャットにならない。シャットの人っていうのは大体こう刺さるんで。刺さっちゃうね、リーディングエッジが入ってきて。うんうんうん、なんでバウンス使いたいのでアプローチはなるべく。はい、フェースはどのくらい開く？まあでもそんなに開かなくてもちょっとくらいでいいです。はい、わかりました。これぐらいです。でこう正面に戻ってきた時にもちろんこうインパクトするんですけど、うん、そこからこうよくありがちで高い球打つ時にこう左にヘッドをこう持ってて、ああ振っちゃダメなんね、そっちにね。あ、なるほど。抜けて、はいはいはい、こういうのが多いんで、うん、フォローでもやっぱりこう体の正面、正面に持ってきたいですね、うんうん、なるほど。そうするとやっぱ、じゃあ絶対ハンドファーストダメ、当たるとき。まあそうです、あんまりハンドファーストのイメージはない方が、うん、ハンドファーストのイメージが結構あるとやっぱ外れちゃうんで、うんうん、こうなんですけど、できるだけこういうインパクトにしたい。なるほど、ちょっと見せてくれる？ほんと止まる、入っちゃう。ほんと止まるもんね。結構ショートサイドですね、ねえ、短いもん、2メーターぐらいしかないもんな、っていう感じですね。そんなに球もそこまで上がらないですけど、うん、ちゃんと乗ってくれるんで、フェースに。プロがよく言う、フェースに乗せるみたいな表現があるんですけど、うん、それはまあ打ち方の方が乗せられるかなって。なるほどね。さっきさ、振り遅れるっつったけど、はい、どのくらいの距離の時に振り遅れればいいわけ？まあ振り遅らせたい時は逆に言うと低い球を打ちたい。あ、低い球ね。低い球を打ちたい。うんうん、ちょっと見せてくれそれ。低い球を打ちたい時は逆にもうボールも右側に置いて、うん、左体重でボールから出たいので、うん、あまりバウンス使うようなショット、まあショットではなくなってくるんで、うん、うちょっとハンドファースト前で、少しハンドファーストね、うん、これでこういう、ああラグ使ってね、こういう感じになってくる、はい、ちょっと打ってみて。
うん、なるほど。OK。あと気をつける点ある？あとは、まあ、リズムですかね。リズム。減速しないっていうのは大事です。なるほど。絶対、まあ、まあすごい加速ってわけでもないんですけど、うん、できるだけこう重力に任せて安定したっていうか、その自然な加速を心がける。うんうんうん、急な減速はやっぱ、まあ、減速する人は大体ショートするし、うん、で、まあ、緩んでトップとかもありますけど、うんうんうん、急加速の人はちょっと飛んじゃうこと多いかなって印象ですね、うんうんうん。やっぱしっかり体使って打つってことですね。うん、手をなるだけ使わないようにしたら、うん、こうだんだんシンプルになってくるんで、慣れてきたら、うん、最初はちょっと気持ち悪いと思うんですけど、うん、短いからといってこう手で上げないで、うん、しっかりこう体使って、全くでもその三角形構えた時にその手とそのこの Y の三角形と Y は崩さないってことだよね。そうですね、これをキープして、うん、キープして、それとシャットに気をつけるってことだね。そうですね、シャットにならないように常にこうちょっと開いた状態で、うん、もうボールからしっかり入れようとしなくていいんで、うん、これはもうちょっと手前から入っても滑ってこうバウンスが滑って下入ってくれる、うんうん、じゃあサンドウェッジ選びの時なんかでもなんか気をつけることある？アマチュアの人にはやっぱバウンス多い方がやっぱおすすめですね、うん、アマチュアおすすめね。何度ぐらい？10度ぐらい。10は欲しいね、はい、うん、なるほど。さっき20ヤードぐらいだったんで、うん、今度10ヤードぐらいですね。はい、まあ、こういうちっちゃいのも、うん、しっかりこうちっちゃくても体しっかり使っていく、はい、もうなるべく手を置いとくって感じです、うん、正面に置いといて体で運ぶっていうイメージが、うん、え、綺麗に三角形と比べて Y がね保たれてますね。このなんかフェース面さ、当たる時のなんか感覚ってある？よく言うじゃん、ズリとかさ。ああ、そうですね、まあできるだけこうパーンって離れちゃわないようにっていう、うんうん、感覚的にはちょっと長めに乗ってるような、ズリって乗ってるような感じ。そうですね、うんうん、滑る、まあ、この溝を何本滑らせられるかみたいな。そうだよな、それあるよな、うん、まあ、特にスピンかけたい時はそうですね、うん、溝をね、ノーコックで三角形崩さないで、まあ、これもあんまり転がすショットではないので、まあそうだね、ちょっと砲台だから、これも若干開いて、まあもうほんとスピンコントロールだねこれね、うん、じゃあ今度はちょっと低く出してね、スピンかけていきます。少し下りで、ちょっと若干で転がし目ですよ、うん、転がし寄りの、うん、まあ、これも若干ちょっと右足寄りになって右内側ぐらいですか、うん、で、まあ、構えが基本構えがちょっと変わるだけなんで、構えがちょっと手前に出てこういう構えになって、まあ、あとはでも一緒ですね、本当にこの関係を崩さないってことです、はい、あんまりここから増やしたりせずに、うん、シンプルになるかな。そうだね、無駄にこう音が使ってこうやろうとせずに、うん、構えだけ変えて、あと、うん、シンプルだねこっちの方がね。おー、キラ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 、体で、うん、ね、ノーコックだしね、うん、はい、今度はちょっとねスーパーローブやね。まあここバンカー越えだと思って、これバンカーがあると思って、これ好きなんでね、アマチュアの皆さん。
まや。はい、まピンは気にせず今高い球ね。これ何ポイントは？これはもう思いっきりバウンス使うっていうショットなんで、うんうん、あとまあ高い球打ちたい時はちょっとアーク狭めにして、うん、でバウンスを当ててそれで跳ね返して上に上げてあげるみたいな。バックスイングも有能でちょっと濃くするの？そうですね、若干ちょっとコック入れて、うん、こうそれを落として。ああなるほどね。もうコーヒーカップのこの感じ、言うのじゃね。そういう感じですね、はい、うん、まあ、やっぱ低い球をしたいときは低くから低くっていう、こう低く、うん、こういうフィニッシュになるんですけど、うん、まあ、高い球をしたいときはこう、わかるわかる、うん、フェースが顔面に近づいてくるよね。横幅もちょっと狭くして、うん、うまいなぁ、本当に。ね、ほら。これノーマルです。お、綺麗に入ってるね。左に置きすぎるとやっぱこう横に移動しちゃったりとか、だいたい真ん中でもうその場で回るって感じ。綺麗だね。とにかく早いんですよ、春日井のグリーン。これうん、大事なのは本当ヘッドの位置だね。バックスイングでインに引かないことだね。そうですね、うん、引くと下落ちちゃうんで、うん、手前に当たっちゃいますね。ほとんどミスないですよね。入っちゃえ。ぜひこれやってもらいたいね、皆さんね。そうですね、ぜひ皆さん、うん、アメリカで覚えたね、このスピンボールね、ぜひ皆さんもトライしてみてください。